あったら面白かったかもしれないですね。 あれいいシステムですよね。あれはまあ確かにね、意図的に攻めなきゃいけないっていうシステムにしてるっていうのはうまいですよね。あれこれはダットリーマンと言いつつ、ダットリーマンと言いつつ何使ってんだ、ゴーカスマンですね。これゴーカスマン来ましたね。10先この人もダットで出るんですがゴーカスマン大勝利。これはエイジス、これは投げて大変な入り、一回の大昇竜で人生が台無しになりかけてますが、かけたが取り返せるか、うまい、しゃがみぐらい一体忍ぶ、どうする、こうなると合計は強い。ああこれはきつい。あれね、上エイジスで跳ね返しても斜めいっちゃいますから、多分当たんないっすよね。とか斜め下に跳ねてっちゃうの、そうですね、とか言っちゃいますね、ガッツって。ちょっとボクサーでオープンフィンガーグローバーまずいんじゃないですか、このダットリ柔らかいなっつってボクサーなのにね、オープンは、まあ、ダットリもバラ持ってますんで飛び道具、うん、弾はお互い持ってるんだね、はい、弾持ってます。投げが減る、テリブルも減る、タックル減る、しゃがみ痛いな。お、カット飛んでった、逃げたがまだ減りますね、うん、そうですね、ほぼ罪のゼロドット状況の豪輝と息吹は本当強いですね。ユリアも強いですけど飛び道具衛星系はやっぱ強いですね。強いね、最後の爪でこれはおお引き逃げ、お互いじりじりして忍が追う形ですね。ここはメッパまで入ってさあ、そして下がると、これがゴーカスマンですね。おっとっと、ちょっと映像が乱れてますが、乱れてますね。試合の方は豪輝有利の状況ですが、これ刺さりましたね。これユリアンがここで使ってヘッド貯めていて2回、アシュラ性能良すぎじゃないですか、これ性能いいよね。ねえ、本当に無敵はちょっとですよ。あー、対空メッパ、おかしやし、おっと、あ、これ赤取って、おくらせ、竜巻、勝ったのはダットリーマンの豪輝。